超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから人生は美しい。よひまじっとめんです。はい、ということで今回はなんと、大阪高校学校バスケットボール選手権大会に来ました。いわゆるウィンターカップ予選でございます。ということで今日はね、女子の試合なんですけども、大阪の名門校薫英高校 VS 高分女子高校の決勝戦なんですけども、薫英高校はね、もう実はウィンターカップ決まってるんですよ。ウィンターカップはもう出場決定してて、勝っても負けてもウィンターカップなんですけども、対して高分女子の方は、なんと僕もね、名前聞いたことないからまさかなと思ったんですけど、これ勝つと初出場です、ウィンターカップ。最近こう上がってきた高校なんかなと思うんですけど、最近こうスポーツ推薦で、選手を取り始めて、ようやくねこの決勝の舞台まで来てるっていうチームなんで、勢いはすごいチームなんで、果たしてどんな結果になるのか、こうご期待ゴーファイ。それでは大阪薫英女学院高等学校スターティングファイナンバー4、安田女子高等学校スターティングファイブ、ナンバー4、後藤加納。ナンバー10、水林美穂香。さあ、今から薫英 VS 高分女子始まります。なんかわからんけど、高分女子にすごい強豪校のオーラがある。見たことなかった。めっちゃいい勝負してるの。なんかすごい、どうなるんかなっていうのが楽しみ。どんな選手かわかんないの。見ながら注目選手見ていきたいと思います。ナイスショット。安田さん、今の見ました、パス取ったやつ。あれね、女の子取れないんですよ。あ、騙して結構です。あのバスケが綺麗。運営は最初ちょっと流れ悪かったけど、もうずっとひたすら同じペースでやってるっていうのがすごい。何も気持ちぶれずにやってるって、ほんま最やっぱ強豪校やなっていう。後半もね、けど高分女子のいいとこは、あのやっぱみんなのスキル高いし、でシュートも入るんで、この一発逆転がやっぱあるんですよ。最初の流れみたいな勢いっていうのは高分女子あるんで、そこの勢いが後半出ると、もしかしたらひっくり返すこともあるんで、後半も楽しみにしてください。高分女子の4番の後藤選手、なんとトモヤンとミニバス一緒です。
高分女子で活躍してると。すごいわ、ほんまに。まあ、順番を抑えたい、とりあえずこの2人を抑えたい。7番10番がなかなかねうまいんですよ、下で。山瀬の木下さよぎ今、高分女子がまあ3クォーター入ってからもう6分ぐらい経つんですけど、未だ4得点。どれだけ、薫英高校のディフェンスがすごいか。前から当たってきてるし、結構ねディフェンスも落とさないんですよ薫英は。ディフェンス力がすごい。全然シュート決められない。なんか最近見た中で女の子で一番うまいんちゃうの、リアルに。1年生やろ、だってあれやばやばいしか出えへん。ラバチェル中へ取るか。ここで試合が終了しました。本日のゲーム92-52勝ったのは大阪薫英女学院高等学校でした。改めて両選手に大きな拍手を送りください。それではこの後表彰式を行います。試合お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか今の心境は。嬉しいです。嬉しいです、はい、どうですか。勝ててよかったです。いや、あのね、角さんが11番のこれ1年生なんですけど、僕びっくりした。1年生のこんなことできんねやっていうの。え、ほんまにリアル黒子みたいな感じで11番やし。そう、ちょっと意識してんのかなと思って。あ、意識はしてない。いやけどマジでうまかった。え、やっぱあれですか、1年生の時から試合出たんですか安田さんは。出てないです。あ、試合出てなくて。安田さんから見て角さんどうですか。いや、めっちゃ頼りになる側です。あ、やっぱりそうなんや。特へとしての強みはやっぱ身長が小さい分、しっかりコートの中で動き回って5人で攻めて5人で守るっていうのを強みとしてやってます。はい、個人としてはドライブやったり、まあ、今まだ、まあ、今日の試合で課題として出たんですけど、そのドライブ行くためにもっとシュートの確率上げるやったり、またパターン増やしていくとか、まあ、この1ヶ月しっかり練習して全国の舞台ではそのドライブに注目してみてほしいなと思ってます。チームはしっかり動きの中で攻めることで、ディフェンスも前から当たって前で潰すことが強みです。自分の強みはドライブとアシストが好きなので、そこを見てほしいなと思います。この前まで中学生やこのもうちょっと前まで中学生、こんなしっかり喋ってあんなもう堂々としたプレーして、あのお父さん感激です。はい、いやマジすごかった。
リアルクロコもね、角さんもね、あの1年生なんで、ぜひぜひこれから多分すごいプレーになると思うので注目してください。あのウィンターカップに向けて何か意気込みあればお願いします。その初めてこの台で最初で最後の全国大会になるんですけど、やっぱり訓練らしいバスケットでしっかり勝ち上がって目標としてる全国制覇をします。かっこいい。あ、これどうだ、かっこいいってどうだ。どうですか。レイさんも言ってくださったんですけど、自分たちの目標は全国制覇なので、しっかりこの1ヶ月間自分たちのやるべきことを言って全国制覇します。1年生でよう喋れる、よう頑張った。よう頑張った。あの僕もね、ほんまウィンターカップ見に行くんで、ぜひあの僕も大阪で、ね、あの応援してるって頑張ってください。ありがとうございました。